キヨキヨハロー YouTube。 おはようございます、グロリーチャンネルのグロリーです。本日はですね、いつもと違った Vlog の始まり方になってると思うんですけど、本日ついに来ました夏休み Vlog でございます。来ましたね、夏休みでございます。まあ、リーグ戦が今ちょうど中断期間に入って、チームも1週間オフということでね、今から実家のある大阪の方に帰省していきたいなと思います。まあ、ここからね、長旅になると思うんですけど、最近の Vlog で言ったら試合の Vlog が多かったんですけど、ちょっと久しぶりにね、オフの Vlog とかもちょっとやっていこうかなと思います。っていう感じで今日は全力でオフを楽しんでリフレッシュしていきたいと思います。とりあえず大阪へレッツゴー。グローリーチャンネル、3時間してやっとインター到着しました。お盆ってこともあってもう混みすぎてる。マジでマジできつかった。長旅なんでね、しっかり休憩必要なんで、レストハーフタイムですね、入れて、ここからまた大阪に向かっていきたいと思います。長旅ご苦労さん、お疲れ。
転ありがとう。ちゃんと運転ありがとうって言ってくれるんだよ。ありがとう。ちょっと次後ろで寝るわ。あの時間してやばい。お前さ、体に磨いてる。頑張るわ。ルカク、ここまで来るまで6時間。なんか長かった。やっと長旅を終えて、ここからね、僕のことを待ってくれてる有名なクリエイターの方たちとちょっとね、会っていきたいと思います。大阪帰ってきたね、地元最高。お久しぶりです。何それ、お久しぶりです。え、 Vlog？ あ、 Vlog です。今日地元に帰ってきたんでね、ちょっとお二人に今日会いに来ました。いや、今ご飯食べてきたんですよね。食べた、食べたのに、また地元ここなん。僕もガッツリ住むとこの路地で生まれた、路地で生まれたとかあんま良くないですよ。そういう、そういうネタ良くないですよ。もうええでしょ、どこの地で。ええ、面子面子する差別とかで路地で生まれたとか言ってへんよ。お前がそういう、俺は何も言ってへんねん。お前やめ、また喧嘩すか。もうええねん。ルカク、2人可愛いんでデザート選んでます。いや、女ちゃん。いや、言ってね、言ってね。私黒ごまで。あ、女や。ごま好きな女しかおらん。めっちゃいい。サンキュー感じる。キジ君、ごちそうさま。猫めっちゃ可愛い。なんか俺もどっかでもらってる。猫描いてもらってる。猫描いてもらってる。どう？サンキュー。おー。いや、俺サンキューとお花。あ、本物だから。女ちゃん。女ちゃん。女。金髪ショートン。あざこ。お久しぶりでした。ありがとうございました。お久しぶりでした。お久しぶりでした。どういうの今から。今からちょっと実家帰って。だから。あ、帰って。繋がれ。今から実家帰ってちょっとね、僕は飲みに行くんで。また明日イベントで。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ明日。お願いします。ルカク。ございます。グロリチャンネルグロリです。本日はですね、鈴木夏休みの2日目となります。オフ Vlog ということでね、大阪に帰ってきて2日目の日を過ごしてるんですけど、めちゃくちゃね、大きなイベントにね、今日呼んでいただいたんでね、頑張っていこうかなと思います。で、そっからはね、京都一、いや関西一と言っても過言ではない、美味しいお店でご飯も食べていくんでね、このオフを贅沢に楽しんでいきたいと思います。まずはイベントに向かっていきたいと思います。レッツゴー。あ、おはようございます。今日は、また、ありがとうございます。僕が前じゃない。僕が前じゃない。福岡ジョニーグの長島です。今回、ヒップホップ界で非常に歴史を作ったメンバーを教えて、よろしくお願いします。あれは YouTube のチャンネル登録してくれちゃうと思うんですけど、1万人戦わせてもらうオフレジェンドチームですね。おまれくん、今日はありがとうございます。ありがとうございます。あげへんで、優勝賞金。活躍しなくてもらえます。権利あるから。権利あるんだ。権利ある。権利あるんだ。ドゥルルドゥルルドゥルル。あれ、梅ちゃん。僕の V6 にもよく出ていただきました。2位の時からお世話する一平選手。ちょっとこの感じでよかったなと。
ちょっとどこで救助したの翼を、翼行きましょう。今日イベントで結構がっつりサッカーマジでするんで、試合観客とかもってほんまに試合な感じなんで、ルーティンのカレーうどんです。いつもよりちょっと濃いめの感じっすね。いやー結構レベル高いからほんまに怪我ないように全力で楽しみたいと思います。ありがとうございます。ルカク、アウェイ感が半端ないですね。初めての仲良くね。どういうプレスタイルもみんな伝わってないと思うんで、はい、エルサチコサバッケーとかもしたり、はい、ということでね、激闘のね、総裁1大会は終了して、今からね、京都の超美味しいご飯屋さんにね、今日招待していただいたんで、お疲れた体を美味しいご飯で癒していきたいと思います。池田さん、本当にありがとうございます。いつもありがとうございます。向かっていきましょう。いい Vlog っすよね。ちなみに池田さんはいつも YouTube とか見てくれてはって、ずっとね僕のことを応援昔からしてくれてる人で、まあ、京都で料理屋さんをねしてはるんで、まあ、今回ちょっと京都でイベントもあったし、ぜひ食べに来てくださいっていうことで、まあ、言っていただけたので、普段の僕のお財布事情なら絶対に食べれないようなね贅沢なご飯を今日は堪能させていただこうと思います。じゃあ向かっていきましょうか。レッツゴー。到着しました。池田さんです。味がすごい。入っていきたいと思います。ちょうど池田さんね着いたので、ほんまに腹ペコペコなんで、ちょっとおいしいご飯いただきたいと思います。行きましょうか。こんな贅沢さしてもらえるでかすぎる。すいません。はい、あーどうぞ。ありがとうございます。今日はほんまにありがとうございます。どうです、こちらもございました。いやいやいや、ほんまにイベント来ていただいてすごいっすね、マジで。いやちょっともうお腹ってことからで、はい、美味しいご飯いただきます。かしこまりました。もうこの時点で分かると思うんですけど、絶対美味しいっす。僕食べ物じゃないんで。食べないでください。池田さんめっちゃ大会のね、いろんな方とかにも飲み物差し入れさせていただいて、ちょっとご飯食べながらいろいろ話していこうと思います。行きます。ルカク、今日ばかしはオフなので悪魔的なものいただきます。こうだとキュウリの白味噌をごま和えになります。では池田さん、いただきます。すごいわ、ちょっと嬉しすぎる。
いや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 、ね、もうそのこんな急遽なすごい無茶だなお願いを。今日はとにかくお店に来ていただくということが大事だと思いましたんで、ほんまにずっと行きたかったんで。ありがとうございます。マジで帰ってくるときも毎回行きたいわと思ってます。そうなんです、それはもう嬉しいです。めちゃくちゃ美味しい。ありがとうございます。止まらない。やばい。ほんまにどうすねこれにこれはもう悪魔的天然のビワマスの塩焼き、そうですね、塩して1日置いたものですね。うまふぐ、そこさく中ふわ、魚のうまみみたいなのが全部出てくる。一番普通に来ない魚なので、今朝も京都の塩地場仕入れ行ってから、あ、マジですか、はい、全然見てたんですよ。マジの商店最もフェティッシュな食べ方で行かさせていただきます。朝の挨拶の無茶ぶりから始まった一日終わりそうですね。めちゃくちゃ無茶ぶりやったっすよ。風呂行けるっしょみたいな。お嬢さん、こちらは千葉県の九十九里浜で取れました地ナマグリの蒸し焼きになります。これ吸う感じでいいですか。あ、もうあのカラカラ、もう貝の身自体は僕が外してますんで。おー、これ分かりますか、このこの、あ、やばい、垂れる垂れるって言って一滴垂れてもらって、やばい、痛しい、やばい、しみる、しみる、口内炎とかではなくそっちじゃないそっちではなくて心にしみてるから、ね、ルカくん、みんなで集まって練習されてないとかであれだけできる、やっぱりフットサルドリームすごいですよね。思ってますけど、はい、フットサルの経験ある人らがすごいバランスを取ってくれたんです。僕がやっぱサッカーすぎるんで守備のやり方とか全然分かんないんで、だいぶカバーしてくれてたんで、前にやっぱりブローで再現してるだけで、とりあえずボールこれこんなのはなんとかなれるみたいな、タカ君か俺どっちが収めるかみたいな感じで、タカ君も強いからな、やわらかいですよね、やわらかい足とか大事な時にやっぱり取るんですよね。そうなんですよね。このカボス、カボスの皮を剥いだものですね。なんていうの、このさっぱりした感じがこう最後に作る柑橘系の、合ってます、もう大丈夫です。よかったよかった、めっちゃ生きって間違えてたら恥ずかしいから、カゲです。今日一日戦ったからか、なんか顔がいつもよりシュッとしてる気がする。相当汗かかるんじゃないですか。すごかったっす、めっちゃかかるんです、めっちゃかいたっすけど、ほんまにその体に染み上がるプレミアムモルツ。CM 待っております。こちらの経験の叩きでございます。本当にこれ画面のみんなに伝わってほしい、これ分かる、これいただきます。あ、飛んだ、最高なカロリーの摂取の仕方ですね。こんなスピードで食べていいもんなんですか。いや、あの、はい、です。あ、今日はお二人だけで貸しなし、一応カウンター独席で、あの、僕一人でさせてもらってるので、ちょっと3時間ぐらいかかるんですけど、貸し切りって普通にいかついですよね、はい、いや、いかついですね。僕の横に編集の、ね、方がいてくれてるんですけど、ちょっとだけ映ってる。あ、お疲れ様です。あんまり顔は出されないんで。あ、そうね、イケメンなんで。イケメンですよね、はい、実は僕の編集してくれてる方イケメンなんですよ、ほんまに。めっちゃ男前です。ありがとうございます。めっちゃ男前です、正直。まあ、俺と張り合うぐらいです。タイプによりますね。ツートップっすね、完全に。ちょっと酔いも回ってきたし、熱い話させてもらうんですけど、まあ、やっぱ車の中でも言ったんですけど、こう YouTube やめようと思った時期もあったんですよね。そのタイミングでこうやってずっと手に握りついてたんですよ。
YouTube やめようかなって悩んでた時に動画を出して編集が募りますみたいな、まあ、ある動画出した時に6、7人ぐらいかな確か来てくれたんですよね。で、言うちゃ悪いけどちょっとほんまに会えへんしと思ったし、なんかただ何本か動画上げて実績だけみたいなあるじゃないですか。ほんま1、2本だけ動画やって実績のあれ乗っけていいですかみたいな、それ乗っけてもうこれから受けませんみたいなとかあって、マジでこう編集者を見つけるのも大変やし YouTube 無理やなってなってた時に出会った2人なんで、まあ、こうやってその YouTube が伸びていってこう知ってもらう機会が増えて、でこう招待していただいてみたいな、この YouTube を頑張り続けたからこそできたこの瞬間みたいなっていうのにはマジでちょっと自分の中でこうやってきてよかったなっていうのはあるっすね、リアルに。まあ、これもほんまに見てくれてる皆さんのおかげなんですけど、今日デイスイートークスかもしかしたら身内の身内のしかも俺一人だけとさ俺の内カメデイスイートークスほんまに伸ばしてくれたみんなにも感謝し、今週ついてくれてる人にも感謝し、こうやって今日美味しいご飯をねいただいてる、まあ、池田さんとか人にもねしっかり感謝して、全てのものに感謝をしていっぱい食べて大きく成長していきます。これからも皆さん応援よろしくお願いします。これエグくない？天然のゆかと小鉢の自家製のポン酢になりますので、こちらで、はい、召し上がってください。ポンサイズは絶対に見かないんで、一応もう今月いっぱいぐらいこの湯がきはおしまいなんで、よかった。うまっ、うまっずっとびどういう色やのこんな、もはや広いこれ、フィッて。お二人は、うなぎの出しちゃっていただきます。今日は、一枚になります。最後の料理、うな茶漬け。うなスープのうなぎたち。ほんまに、池田さん、ありがとうございます。マジで感謝してます。もう言葉はいらないですよ、ほんまに表情だけで感じてほしい、この笑顔。初めての日本食の感想はどうですか？誰が新加入外国人や鈴木武蔵やらすな、もうそれすら笑顔でやっちゃおうそんぐらいマジでぶっ飛ぶぐらい美味しいです、ほんまに。疲れ取れますね、完全に取れたっす。今からなんか京都のクラブとか行きます朝まで騒ぎましょうよ。ではほんまに行きましょうんです、これほどやるでしょ。別にこれ宣伝してほしいとか言われて動画撮ってるわけじゃないんですよ、ガチで。でも言いたいのがマジで来て食ってほしい、やばいからガチで。ようやく全ての食事食べ終わりました。最高に美味しかったです。ごちそうごちそうしました。今日マジでありがとうございました。少しお疲れのところありがとうございます。めちゃくちゃ美味しかったです、マジで。今日一日頑張ってよかった、今まで YouTube 頑張ってよかった今日はありがとうございました。まだ、はい、ゆっくり来ないでよろしくお願いします。お待ちしてます。ウェブサイトとかないんですよ。ないんですよ、もうご紹介だけなんで、はい、じゃご紹介だけなので概要欄には貼れないんですけど、ぜひチェックよろしくお願いします。ブローリーチャンネル見たらでご紹介があるんで、あるらしいですほんまにでもマジで来てほしい、マジで美味しいから。ほんまにでもありがとうございました。ありがとうございました。まだゆっくりこさせてもらいます。はい、ありがとうございました。じゃあ帰りますか、行きましょう。はい、グローリーチャンネル、はい、ということでね、池田さんの方でも超超美味しいご飯をいただいて、贅沢すぎるオフを過ごさせていただきました。マジでリフレッシュできました。いろんな人とボール蹴ったりとか、こうやって美味しいご飯いただいたりとかで、まあ明日からまた富山に帰ってリーグ戦もね中断期間が終えて9月頭ぐらいからかな始まるんで、切り替えて頑張りたいと思います。オフの Vlog 終了でございます。あっしょー。